安倍総理大臣は新たな改造内閣について未来チャレンジ内閣と名付け、最大のチャレンジは働き方改革だとして同一労働同一賃金などに取り組むと強調しました。最大のチャレンジは働き方改革であります。長時間労働を是正します。同一労働同一賃金を実現し、非正規という言葉をこの国から一掃します。会見で安倍総理は最優先課題は経済だと述べた上で、新たに創設した働き方改革担当に加藤勝信大臣を起用し、最低賃金の引き上げなども含め今年度内をめどに具体的な案を取りまとめるとしました。また今週始まるリオオリンピックについて閉会式に出席すると表明しました。怪我で交代する谷垣幹事長についても触れ、感謝している、一日も早く回復してほしいと強調しました。